ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。暑いなぁ。いやこんな日はこの前テレビで見たあれでも飲んでから帰ろう。彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。あれ、あー、スナちゃん久しぶり。いやどうもマスター、ご無沙汰してます。今日はとりあえずクリームソーダを。はい、クリームソーダですね。はい、どうぞ。くー、やっぱ暑い日はこれだよこれ。いや、スナちゃんいつも頼むのはコーヒーなのに、いやクリームソーダってちょっと珍しいね。いやね、オリンピックを見込んで高画質のテレビに買い替えてたんですけど、そのテレビでクリームソーダの名店特集を見てたら、もう無性に飲みたくなっちゃって。あー、わかる。今のテレビの画質すごいですからね。まあ、昔のね、画質が荒いのもちょっと味がありましたよね。そうですよね。で、加えてやっぱり昔は家族一家にテレビ一台だったから、茶舞台みたいなお茶の間があって、そこに家族みんなで揃って、まあいわゆるずっと定番のテレビ、まあテレビ街道みたいなのがあるわけですね。うちだったら例えば日曜の6時半サザエさんで、その後7時から、まあ当時ならキテレツ大百科とか、あとニュースかな、それ見て、うちはテレ朝でやってたね、象印のクイズヒントでピントっていうのを見るのが好きで、で、まあ、その後タイガ見たりとか、はいはいはい、ね、そういうのありましたよね。ありましたよね。うちちょっと家が特殊で、はい、ずっと父親が船に乗ってたんで11ヶ月家を空けてたんですよ。へー。で、1月から2月ぐらいの1ヶ月だけ帰ってくるんですけど、はい、1ヶ月しかいないから、もう父親がチャンネル権を全てその1ヶ月取るんですよね。まあそうなりますよね。だ、残りの10ヶ月ずっと海にいるわけでしょ。そうなんです。だから毎週何曜日に7時からこのアニメっていうのが、その1ヶ月だけ丸々飛ぶんですよ、ね、地獄の1ヶ月。地獄の1ヶ月でしたね。やばい1ヶ月でした。まあでもお父さん、せっかくだからね、その時ぐらいは好きな番組見てほしいっていうことでもありますよね。そうですね。うちの場合はそういう意味では家族っていう意味でいくと、僕の両親ね、父親と母親は基本的にすごい仲良かったんですけど、うん、僕が覚えてるうちで1回か2回だけやっぱ大喧嘩をした時があって、うん、その時にまさにね、茶の間でみんなテレビ見てる時に喧嘩したんですよ。で、母親があまりに頭きたらしくて、本当初めてなんですけど、うわーってなって、なんかハンマーだか花瓶だかで家のテレビをバカッ、大事件ですね、画面をこう叩いたら、それでテレビ画面にひびが入っちゃって、うん、でもううわーってなるわけですよね。だけど、まあ、当時テレビってすごい高価じゃないですか。だから結局そのひびが入ったテレビを何ヶ月も見てたっていう。何ヶ月も見てた。やっぱりそれぐらい我々ね、テレビとにかく見てましたからね。テレビないと、ね、生活が回ってなかったぐらいの感じでしたから、うん、もうひびが入ってようが何でようがとりあえず見るっていう。そうなんだ、ね、いやでも本当みんなで見てましたよ ね、 ね。だからちょっとおおらかでしたから、なんか出演者が女の人のおっぱい触っちゃうみたいなとかも、あ、はい、ありましたよ。それで、ね、家族で若干気まずくなりながらも、ちょっとこうこそっとクスクス笑ってる感じでしたよね。はい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 、はい、今そういうのなくなりましたもんね。そういうのがもうなかなか規制も厳しいですからね。いや、そういうわけでいい時代だったっていうことなんですけど、テレビといえば、先日タガエミちゃんがいた時にね、うん、フジテレビのチーフビジョナリスト清水俊博さんがお見えになったんですよ。でもちろんね、清水さんってテレビ局員としての番組制作にも携わっている方なんですけど、今は番組以外の形での情報発信っていうのをテレビ局なのにすごく積極的にやられている方なんですよね。でもそもそもですけど、このチーフビジョナリストっていうのは何なんですか？はい、
テレビ番組を作るのはもちろん重要なんですけど、この清水さんのビジョナリストという仕事、これ今後のテレビ業界には特に必要な役割なんじゃないかなって思いましたね。清水さんこんな風に話されてましたよ。本当にふわっと、ね、こうイメージが湧きにくい話だと思うんですけど、はい、すごく結局回答が抽象的になってるかもしれないんですけど、はい、ビジョンを作ってビジョンを対外的に語って、うん、でいろいろな方のビジョンをまた会社に持ち帰るっていう、めっちゃ抽象的ですね、はい、そうなんですよ。まあ、すごエヴァンジェリストとは違う、エヴァンジェリストとは違う、でも世の中的にはエヴァンジェリストとか、うん、いうのが結構近いかなっていう。逆に言うと高見ちゃん、エヴァンジェリストってどういうもんだっていうのを、はい、よかったら説明してもらえますか。広めるアンバサダーみたいな形で、その会社の魅力とかやってる方向性みたいなのを世間に、はい、そうか、高見ちゃん PR やってるからね。そうですというイメージです、うん、はい、僕自身は自分で事業も作って、でそれをマネタイズをして、まあ、黒字化をさせないとダメなんですね。じゃあもう清水さんはフジテレビのビジョンを、まあ、こう推し進めるだけじゃなくて、はい、新しい事業ご自身でフジテレビで作られて、そうですね、マネタイズ収益化もしてるっていう、はい、すごいですね。はい、具体的に今、うん、例えばどういったことをされてるんですか。もともと僕は報道の記者を長く、はい、で報道の番組のプロデューサーとかもやってたんですけど、まあ、その経験の中からもうどんなに取材しても1分しかこう、ね、原稿が書けないみたいなことがしょっちゅうあるわけですよ、はいはい、もう野党クラブ担当してる時なんて、もう野党は徹底抗戦の構えですって5秒かみたいなもう朝回り夜回りずっとね、こう一日中働いて野党は徹底抗戦の構えですあ、そうか、はい、それちょっと虚しいっすね、はい、でもね、僕には語る内容がね当然あるじゃないですか。野党にきっとなんか知らないけど、はい、ドラマがあるわけじゃないですか。おっしゃる通りで、じゃあ野党の言い分って必要だから俺に5分くれって言っても、うん、はい、実現可能性で言うと与党の、いや政権与党の、まあ、政策がまあ基本的には決まっていくので、はい、マスの中で伝えなきゃいけない情報っていうのはやっぱり野党は徹底抗戦の構えですっていうこうことに、やっぱりな、もちろん物によっては違うんですけ ど、まあ、なりがちではあるんですよね。じゃあそうした時に、あ、じゃあもうテレビはこれだからいいんだよっていうんでいいんだっけっていうのがずっと政治部の記者をやってる時から、まあ、自分の体験でもあって、なるほど、ね、でその中で、まあ、オンラインであれば基本はね、こう有限はいはい、テレビに比べると無限でコンテンツを出していけるわけじゃないですか。でそれをまあそうは言ってもボランティアで頑張れって言っても普段は忙しいみたいなこう、ね、はい、理由にこうなっちゃったりするけど、じゃあオンライン上でこれをちゃんとビジネスのモデルも作りましょうっていう風に作って、で FNN プライムオンラインっていうのを今こう作って、はい、僕自身はちょっと一回どっちかっていうと違う立場の方に入ってるんですけど、はい、まあこれも黒字化でうまくこうまあ進んでいって、僕も実は一回出させていただいたことがあって、はい、プライムオンラインに、うん、やっぱりあれもあれですよね、そのテレビでもニュースでもちょっと使われたけど、うん、どちらかというとその後プライムオンラインとかウェブメディアの方ですごく細かく情報が出てましたよね、はい、おっしゃる通りなんです。テレビで見てそれでもっと知りたい人が見る、うん、でもしくはなんかそんなこう長いのは別に見たくないという人も実際問題にいるわけですよ、うんうん、でこう読んでちょっと興味があって映像のインパクトで見たいみたいな、はいで、はい、やっぱこうテレビメディアとオンラインメディアの特性の違いみたいなのが、はい、まあ、あって、でオンラインメディアの方を、まあ、うまくマネタイズすることができたので、でじゃあこのもともと報道ニュースとビジネスって、まあ、なかなか結びつかないじゃないですか、はいはいはい、でこれを、まあ、うまく別にボロ儲けしようっていうことは全然ないんですけど、はい、まあ、ニュースビジネス、ね、人件費だってかかってるし、はい、取材費だってかかってるし、これをきちんと賄えるぐらいにはしましょうっていうことで、まあ、うまくいったので、じゃあこれっていろいろこうドラマとかバラエティとか、うん、もうこれも展開できるじゃないですか。すごい、そうなんです、やってるものがあるじゃないですか、うん、もう現場で本当にね、収録したけど使われる部分が本当にちょっとじゃないですか。そうですよね。じゃあこういう裏話とか、そういうものってコンテンツ化していったらいろいろできるんじゃないかっていうので、でフジテレビューっていう今度はエンタメメディアをこう、フジテレビューっていうエンタメメディアが今あるんですね。はい、はい、そうなんです、はい、これは検索するときっと出てきて、はい、そのウェブサイトに行けるわけですよね。はい、はい、ドラマの出演者とか、はい、そういった人たちがドラマの中ではなかなか語れない内容をこう語ってくれたりとか、うん、あとはまあユーザー側が結構視聴者センターにメイク、ドラマで使われてるメイクってどうしてんですかとか、お洋服とか衣装を教えてくださいみたいなのが来るんですね、うん、じゃあそれそもそもじゃあここコンテンツとして紹介してあげたらそれいいんじゃないか。なるほど、はい、テレビでねこうドーンってやる、ね、この衣装は何々ですってなかなかこうねやらないですけど、じゃあ本当にそのメイク術っていうのも
カリスマメイクさんみたいな人たちいるので、じゃあそういう人たちにこうちょっと教えてもらおうとか、まあ、そういうのをこう今、まあ、本当に少人数なんでまだまだコンテンツの量少ないんですけど、こうやってみましょうっていうのも、でも本当にもともとスタッフがそういう場所にいるから、じゃあそのプラスアルファでやっぱやってみましょうよっていうところで、こう面白い、うちの会社の中でじゃあね、こう何千万何億円と予算をくれ、これによってなんかねこう大展開するスタッフ抱えるとか言うんじゃなくて、あの少人数で面白がってくれる人からこうやりましょうみたいなことを、まあ、スタートしてやったんですね。僕やっぱりお話を伺ってて思ったのが、あと個人的にもちょっと感じてることなんですけど、はい、やっぱりテレビ局ってすごいノウハウがあるじゃないですか、それを今まではテレビにしか使えなかったんだけど、そのネットとかいろんなのを使っていろんなこうあのチャンネルを使ってそれを活用するっていう、そういう意味でやっぱりあのテレビ局の強みですよね、それはね。本当におっしゃる通りで、最近新入社員の研修とか、はい、あとは学生向けの就職セミナーとかでちょっと喋ってみたいに言われた時に、うんうん、僕必ずする質問がフジテレビって何の会社か知ってますかっていう質問をするんですね。あ、なるほど。テレビやってる会社ですよねっていう風に皆さん止まるんですね、学生さんとか新入社員とか。で、まあ、それは別に間違いじゃないけど、あのテレビを作ってるって言われるとそれは違って、ね、東芝だったりソニーだったりパナソニックだったり、まあ、そういうとこがテレビ作ってますとか言うと、うん、あ、そういうきっかけですか、じゃ あ, あのテレビ番組作ってるんですね、うん、なけど、まあ、それで答えがまあ 50% ぐらい、売上で言うともうちょっとあるけれど、うん、まあ、僕らはテレビってこう、ね、見てる人が多いからそこに向けてコンテンツを出していて、うん、あのやっているだけで、どうやら世の中にはね、こうスマホっていう機械をみんなが持ってるらしいと、はい、ここにはなんかあのインターネットを使うと映像が見れるらしい、うん、でそこをね、こうみんながそれを見てるのが全然こうね、まあ、フェイクニュースがばかりとは言わないですけど、はい、あの全然どうでもいいコンテンツみたいなのを含めてこう見ているっていうのに、うん、ちょっと僕らが出さないってなんだっけ、なんかこの駅にデジタルサイネージとかいっぱいあるらしいぞと、ここにコンテンツってこう出せるんじゃないかな、なるほどね、電車にね、こう最近は動画が流れてると流れてますよね、はい、もうゆくゆくだったらね、今あのね、こう透明パネルみたいなのが最近はね、はい、いろんなところにありますけど、こことかガラスとかいろんなところに出していけるみたいな時代があった時に、うん、じゃあここがね、あのどっかのね、こうガラスメーカーとかね、あのそういうところがコンテンツ出すってそれでいいんだっけ、そうじゃないよね、うん、僕らはコンテンツの力で驚きとか感動を与える会社だよね、フジテレビってそういう会社じゃない、じゃあそれで驚きとか感動を与える上ではテレビっていうのがすごく、まあ、今でも強いと思っているので、ただあくまで一つの手段というかチャンネルに過ぎないっていうことなんですね。そういう通りなんです、うん、なのであのメディアってやっぱり情報の場だと思うんですよね。なんであのイノベーションカフェみたいに集まってくれてるような人にはこういうコンテンツの届き方がいいよね、僕らが持ってる情報をね、あの野党は徹底抗戦の構えですだけが必要だった人と、うん、そうじゃない人っていうコミュニティの場所が違うので、そこの情報の場にどういうふうに届けるか、うん、やっぱりそれをこう考えていかないと、なるほど、まあ、本当にまだ5年10年テレビがなくなるかっても全く思わないし、いろんな強い手段あると思うけど、はい、じゃあ50年100年後にテレビ局どうなってますかって言われたら、これ100年後にテレビが今のままあるっていう人、まあ、ちょっと考えづらいですよね。そうですよね、はい、じゃあその100年後に あの時に変わってたんだねって言われるようなことっていうのをこう考えましょうっていうことを、まあ、やってるってことですね。チーフビジョナリストって聞き慣れない言葉ですし、テレビ局っぽくないなとも思ったんですけど、ある意味若者文化を引っ張ってきたフジテレビらしいというか、この果敢にチャレンジする感じがフジテレビって感じですね。従来のテレビというと我々どうしても、まあ、いわゆる古い言葉で言うとブラウン管があってぼーっとそこで見てるあれがテレビだと思っていたわけですけど もう清水さんははっきりテレビ局とはコンテンツを作って人に感動を与えることなんだと、ある意味割り切って定義をしているからこそ逆に配信のあり方はどうでもいいと、いろんな可能性があるんだということで、だから今そのテレビの可能性を広げようとしているということですよね。まさにビジョナリストですよね。もともとテレビ局ってコンテンツの塊でしょうからね、コンテンツの扱い方によって可能性にあふれる存在とも言えますね。マスター、今回フジテレビの清水さんの他にどんな方がいらっしゃってたんですか？いつもビジネス界の大物がお見えになってますけど。いやー、すなちゃん驚かないでくださいよ。なんと株式会社ミクシー取締役会長笠原健二さんが来てくださったんですよ。あのミクシーの会長が来てたんですか？2004年に
あの SNS のミクシーを開発してリリースした方で、そして現在は家族アルバム見てねっていうアプリを手掛けてるんですよね。いや僕もマイミク申請したりやってましたよ。ただこの家族アルバム見てねっていうのは何ですか？実はこれも今大ヒット中のアプリなんです。子どもの写真や動画を家族や親戚と共有するアプリケーションなんですけど、なんと利用者数はすでに800万人超え。800万人も使ってるんですか？知らなかったな。でも僕まだ独身貴族なんで、その家族アルバム見てねよりもやっぱりミクシーの方が気になりますよね。笠原さんが手掛けたミクシー、実はそもそもは参考にした他の SNS があったそうなんですよ。それを笠原さんが、参考にしながらも独自の工夫を加えることであれほどのヒットになったらしいんですね。笠原さん、そのあたりについてこんな面白い話をされてましたよ。もうね、笠原さんといえばね、多分多くの方がご存知であることは間違いなくて、有名な SNS ソーシャルネットワークサービスのミクシーをスタートさせた、創業経営者ということで本当に有名な方で、私もね当然ミクシーは当時使いまくってまして、ちなみに当時アメリカに住んでたんですね。アメリカに僕10年住んでたんですけど、当時あの時に本当に日本中の人がミクシーを使ってるんで、やっぱりその日本の人たちとコミュニケーションを取るときに一番大事だったのがミクシーだったんですよ。ちなみに僕のハンドルネーム豚ゴリラって言うんですけど。なんで清水さん使ってました？僕使ってました。ハンドルネームはちなみにトシヒロってすぐ名前がバレちゃうっていう。トシの実名でした。なるほど。ほぼ実名、ちっちゃい図が入ってる。高弓ちゃんはちなみにミクシー使ってた？使ってます、もちろん。はい、高校時代に好きだった友達にどうやって自分の紹介文を書いてもらうかをめっちゃ試行錯誤して、褒められたら好かれてるんじゃないかって勝手に調子に乗ってました。そういう感じなんだ、高校生にとってのミクシーって。ありました。だからそのアピールするための紹介文みたいなね、とかあと足跡とか気にされてるかなみたいな、めっちゃ見てました。なるほどね。そうか、足跡制度だったもんね。でじゃあそうするとほらやっぱりその素敵な人に見てもらいたいためにちょっといい感じのコミュニティ入るみたいな。あ、そうですそうです、入ります。何コミュニティ入ってたんですか？あ、でもその時は高校のコミュニティがあったので、クラスとかで入ってて、クラス単位で入ってたんですね。そうです、ありました、なのでそういうところで盛り上がろうって。そうか、当時の中高生は恋愛にもミクシーを使ってたっていう。そうですね。でそしてもうね、笠原さん本当にそのミクシーで一世をもう日本中で風靡したわけですけど、どうですか当時のその反響というか、今振り返るとミクシーって まさに日本のねソーシャルネットワークサービスの先駆け中の先駆けだったと思うんですけど、今振り返るとミクシーっていう存在ってどうだなんだろうっていうふうに思われています？コンセプトとしてはまさに目指した通りな使われ方というか、これやっぱ狙った通りだったんですね。そうですね、その、ネット上で友達とつながる、で、知ってる人たちとまずつながって、そのつながった人たち同士で、コミュニケーションできるサービスを目指して開始したんですね。当時アメリカでフレンドスターっていうのが先行して、フレンドスターっていうのが先にあったんですね。SNS の元祖みたいなサービスがあったんですけれども、それ、自分も使った時にすごい面白いサービスだなと思ったんですね。でそれはなんかネット上なんだけれども、人間関係が見えるというか、自分のプロフィールをかけて、でその自分の友人一覧を出すことができる、友達を誘うことができる、で、その友達を見に行くとその友達のプロフィールが見れて、友達の一覧が見れる、で、そこからまた誰かを見に行くと、そのプロフィールが見れて友達が見れる、友達がどういう友達がいるのかっていうのを見ることができ、さらにその友達がどういう人かが分かるっていうのがすごい売りのサービスになっていて、で、それ原型ではあるんですけれども、一方でなんか自分としてはこう使い続ける理由がないなと思ったんですね。その、使い始めた時はすごい衝撃だったんですけど、一旦なんかこうつながりが終わっていく、あるいは一通り見終わると、なんかあんまり変化が起きなくて、使われ続けないなと、で、自分たちもこういうサービスやろうと思ってたんですけど、その場合使い続ける理由がないとやっぱサービスとして成り立たないと思っていたので、それをどうすればいいのかってことを考えて、で、答えは結構すぐ出たんですけど、そのコミュニケーション機能だろうと、そのつながっていき、つながっていった人たち同士がいかにコミュニケーションを楽しむことができるか、その紹介文なこともあれば、日記のこともあれば、足跡のこともあれば、コミュニティもあると思うんですけど、そういうコミュニケーションがあればこそ、
つながってつながった人たち同士とコミュニケーションし、あるいはそのコミュニティとかを介せば、さらにあの知らない人ともつながっていく。わあ、びっくり。逆に言うと笠原さんがそのもともとベンチマークされてたアメリカのサービスっていうのは、そのコミュニケーションの機能はそんなに十分じゃなかったんですね。正直そこはあんまりなくって、で、当時そういう意味ではアメリカでもいくつか、Facebook 含めて出てきたんですけれども、そういうコミュニケーションっていうのは多分薄めなところから始まっていたという認識は持ってます。いや、驚きです、僕なんかミクシーといえばコミュニケーションっていうイメージがあって、僕はちなみにその当時アメリカのピッツバーグっていうところに住んでたので、ピッツバーグスティーラーズってアメリカンフットボールのチームがあって、ピッツバーグスティーラーズコミュっていうのに入ってたんですよ。でそれは日本中に実はあのスティーラーズファンがいるんですね、薄く。でその人たちと僕は、その人たちは日本にいてスティーラーズの試合見たいんだけど見れないと、で僕はあの日本人なんだけどアメリカにいてスティーラーズの試合見れると、なんで僕がその毎週スティーラーズの試合になると実況中継するんですよ、そのコミュで。ブタゴリラさん今どうですか調子が、スティーラーズの試合いやちょっと押されてますとかで、それでね実は結構友達できたんですよ、あれで。でも実はだからそれは笠原さんのオリジナルのアイデアなんですね。そこが実は重要だったっていう。厳密にはそのそういうコミュニケーションサービスは他にもあるので、はいはい、そういう意味では混ぜた編集したっていう言い方かもしれないですけど、でもやっぱりそうですね、いくつか、ミクシー独自の、機能もありましたし、なんかフィードで最新情報が出てくるとか、ああいうインターフェースとかも結構ミクシーが先駆けだったんじゃないかなと一応思ってます、あのそういう中でまさにミクシーが先鞭をつけて、今もう本当にソーシャルネットワークサービス全盛期で、もう今でもなく Facebook、Twitter、Instagram、TikTok っていろいろ出てきてますけど、今のこの SNS 全体の流れっていうのを、もともと本当に日本であの先鞭をつけた方からご覧になると、どういうふうにご覧になってますか。そこは、なんでミクシーとしては、やっぱりネット上で普通な人も含めてコミュニケーションするっていうところを切り開いていった存在じゃないかと思っていて、それまではなかなかこうネットで自分のプロフィールを公開するとかでなかったですね。ミクシーもそのつながってる人同士ではお互い誰かが分かってる、そのとしひろさんっていう名前が出てるんで、あいつだなってことが分かって、その高校のコミュニティに入ってるんで、同級生同士は、ニックネームはあの実名ではないけれども、ニックネームが出ていてつながって分かってるっていう。でそういうコミュニケーションっていうのは過去なかったと思っていて、そうなんですよ。僕もね、あれで同級生と再会するっていうのはミクシーが本当にミクシーのおかげですよね。そうですね。なのでネット上なんだけれども、でかつニックネームという形ではあるんだけれども、そこに入ってって、日常的に自分の知っている人たちとコミュニケーションするっていうのは、ある種ミクシーとして開くことができた文化だったんではないかなと思ってます。で、そこからやっぱりどんどんこう時代が成熟し変わっていくにつれて、あるいはその新しい技術だったり、スマートフォンだったり、出てくるところで、やっぱりいろんな、新しいこうコミュニケーションだったり、魅力的なコンテンツだったり、出てくると思っていて、主なったところでやっぱりこう Facebook が出てきて、Twitter があり、あと LINE がありで、最近ではインスタとか TikTok とかなっていくんですけど、やっぱそういうサービスとして広がっていってるなというふうに思ってます。なるほど。笠原さんが今現在ミクシーの会社としての会長でも現役でいらっしゃるんですけど、同時に今家族アルバム見てねという新しいサービスを、これローンチしたのがいつでしたっけ、始めたのが2015年の4月ですね、ね、5年ほど前に始めて、そして今これがめちゃめちゃ伸びてるんですよね。家族アルバム見てねというサービス、これすみません、実は私も最近使い出したんですけど、もしよければどういうサービスかっていうのを改めてご説明いただければと思うんですが、子どもの写真動画を、誘った家族とだけ共有することができる、サービスかなと思ってます。さっきの話で言うと、やっぱりこう共有したいコンテンツ×共有したい相手っていうところだと思っていて、コミュニケーションサービス の、あの基本としては、でやっぱこんだけ成熟してくる中、共有したいコンテンツがより細かくなってきている面もありますし、共有したい相手も細かくなってきている、だからこそこうより多様な、あの SNS も出てくると思ってます。一方王道系の SNS も今後新しい技術とか、新しいインターフェースとか、あるいは新しい、共有したいコンテンツとか、出てくると思うので、その後またいろいろ変遷があるんだろうなと思ってるんですけど、一方切り取った形での
一つの形がまあ見てねかなと思っていて、なんでまあ見てねとしては、まあ自分のまあ可愛い面白い子供の写真動画を、それを見てすごく喜んでくれる、まあ、ある意味こう 100% 視聴率 100% だと思ってるんですけど、視聴率 100% ですよね。確かに、まあ、おじちゃんおばあちゃん親戚家族からするとまあみんな見たいコンテンツなので、まあ、そういう家族だけを誘ってまあ見ることができる、はい、まあ、そういうスマートフォンサービスを提供しています。ですよね、はい、でこれが今本当に伸びてまして、私のでも改めて説明してみると、私も最近使い出したので、家族アルバム見てね、家族向け写真動画共有アプリということで、今も利用者数が800万人を超えてしまったということなんですが、これまああれですよね、だから単位は使う単位は家族ですよね。そうですね、大体の場合は自分と、はい、まあ、僕の場合男性なんでと奥さんとか、うん、あるいはまあ、自分の母親とか実家にいるおばあちゃんとか、そういう人たちの中の狭いコミュニティの中で、やっぱりそこで一番シェアしたい写真というのは、まあ、大体は子供とか孫とかの写真が多いと思うんで、うん、そういう写真を撮って、それを今日子供こんなことあったよってパッパッパッってシェアするっていう、だからそれがいかに気軽にできるかっていうことを追求したアプリで、これが今爆発的に日本で伸びていて、なんかうちのこの当浜カフェのプロデューサーも今使ってハマりまくってると構成作家の荒川君もハマりまくってると、はい、そのためにはね、なんかスマホ変えたとか言ってましたよね。そのためにスマホ変えたんですよね、はい、清水さんも最近入れましたんですね、はい、あ、もう入れて、もうこんな使い、しかもこう入力の時からもう最初からお父さんお母さん子供の名前みたいな、あ、そうですね、これもう本当にね、ね、カップルで使うとかいうのを想定してない、はい、もう子供を、ねね、想定されてるサービスじゃないですか、はい、まあ、もちろんカップルでもいいちゃいいですし、はい、ペットで使ってる方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、うん、基本やっぱそこに特化して、うん、でまあ、おじいちゃんおばあちゃんも、まあ、アプリを開くだけで、まあ、一旦アルバムを全部見ることができるんで、うん、やっぱそこは楽にその、まあ、孫の様子を追うことができるっていうところに、うん、まあ、集中してやってる感じですね。これはどうやってこれ思いついて作れたんですか。まあ、元々は、まあ、やっぱり自分も子供が生まれて、はい、で、まあ、驚いたんですね、その、まあ、こんなに写真動画たくさん撮るんだなって、なるほどなるほど、すごくびっくりしましてやっぱその一瞬一瞬こう忘れたくない、全部記憶に留めておきたいので、ひたすら気づいたら写真動画を撮ってると、はいはい、でまあ、それを、まあ、家族にも見せたい、共有したいですし、まあ、いずれその子供にもやっぱ見せていきたいなと思っていて、で、まあ、そのじゃあその撮った写真動画、まあ、そういうふうに共有整理保存できるのに、まあ、いろいろ使ってはいたんですけど、やっぱりちょっとどっかが満足できないところがあって、で、まあ、それに特化した形で一番満足するものをまあ作りたいなと思って、うん、で、まあ、社内で声をかけていたところ、まあ、同じ思いを持ってくれる人がまあ何人かいてですね、で、まあ、一緒にやろうよという話をして、まあ、作っていったのが、まあ、そうですね、ちょうど2015年ぐらいの出来事ですね。なるほどね、はい、仕組みはすごくシンプルに聞こえますけど、ユーザー数800万人、これさすがミクシーを作った笠原さんですね。いや本当そうですよね。それに今後はね、家族の在り方もすごく多様化していくはずなんですよ。そうするとそれぞれの家族の在り方に応じてユーザー数ももっともっと増えるでしょうね。家族の在り方の多様化って、例えば核家族化とかそういうことですか。あ、はい、もちろんね、核家族もあるんですけど、他にもスナちゃん最近拡張家族っていう言葉が注目されてるんですけど、知ってますか。拡張家族。あ、知らない。わかりました。あ、どうしても教えてほしい。あ、まあ、じゃあしょうがないですね。いや、もうマスターそこまで言ってないですよ。今スマホで自分で調べてる。はい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 。そんなスナちゃんにはあのアニメと一緒に拡張家族の意味を解説しましょう。 BGM はそうだな、この季節にぴったりなこれに変えようかな。強引だな。よし、はい、準備できました。では行ってみましょう。劇場版アニメタッチ背番号のないエースの主題歌ラフ&レディで背番号のないエース。はい、というわけで懐かしいですね、タッチ、うん、すなちゃんどう見てた。テレビでもやりましたしね、漫画も大ヒットしましたけど、見てました。見てました、もちろん見てました。あのタッチは1981年から1986年まで週刊少年サンデーに連載された、まあもう足立充さんの超大ヒット漫画であり大ヒットアニメですよね、うん、これね、漫画は
このタッチだけで2004年時点ですけど累計で1億部ぐらい、まあ、みんな見てましたもんね。もうこれ、まあ、これ単行本とかも合わせてですけどね、これ足立みつるさん全体の漫画ももう実は2008年時点で2億部売れてるそうなんですけど、まあ、それがすごいですけどね。でも半分タッチってことですね。半分タッチなんですよ。やっぱそのくらいすごいっていうことですよね。でアニメとしても、まあ、テレビアニメにもなりましたし、まあ、今日、ね、かけたのは1986年に公開された映画の方ですね。劇場版タッチの背番号のないエースの、まあ、主題歌ということなんですが、まあ、ストーリーは、まあ、多くの方ご存知のように明星学園高校に進学した双子の兄弟ですね。上杉達也お兄さんですねと上杉和也、そして幼馴染の朝倉みなみっていう美少女がいて、そして和也はね野球の才能に恵まれて明星学園の野球部に入って、みなみちゃんはマネージャーになるわけですけど、まあちょっとね和也がああいうことになってしまって、結果的に達也が今度はその後を継いで野球をやっていくという話ですよね。で今日のねもともと言いたかったその拡張家族ってどういうことかっていうと、これ最近注目されてる概念なんですけど、まあ、一つの空間で共同生活をする、まあ、ある意味コミュニティのことで、血のつながりがなくてもいいんですよ、うん、つまり家族っていうとどうしても今まで我々血のつながりって考えますけど、やっぱり同居して心が通じ合ったら一つの家族みたいなもんで、まあ、同居しなくてもいいんですね。ちょっとした近場にいてご近所さんでも、もう家族のようなに心を許し合える関係なら家族であると、あるいは SNS でつながって家族的な関係を作れるのはそれで家族であるということで、これ今次世代の家族の姿としてすごく注目されてまして、で実際ね今だと例えば家族って言っても昔のような典型的な、まあ、両親がね両方いてお子さんがいてっていうでおじいちゃんがいてっていうよりも、まあ、当然ながらその例えばシングルマザーシングルファザーの家庭も出てきてますし、まあ、例えばその LGBT 同士の方が、まあ、ある意味一緒に住むことで、まあ、養子縁組なんかをするみたいな家族もいろんな形が出てきてるじゃないですか。でもそうするとそういった家族だけにとらわれず、その周りで一緒に住んでる方とか同じコミュニティにいる方が、まあ、そこで心が触れ合ったらね、もう一つの拡張した家族として考えていいんじゃないかという考え方なんですよね。確かにタッチの世界だと上杉家と朝倉家が隣り合ってて、はい、みなみちゃんが上杉家の中にいても何も違和感なかったですもんね。みなみちゃんの方はねシングルファーザーで南風ですっけっていうなんか喫茶店やってて、でみなみちゃんはだから上杉家によく遊び来てたわけですね、幼馴染で。でも本当に上杉家のある意味娘みたいになってて、本当に拡張家族的な関係が作れてましたよね。で今思うとあれってある意味拡張家族で、ただ今考え方が現代で言うと本当にこの新しいコミュニティを作るね考え方の基礎になってるんじゃないかと思うんですね。例えば僕の周りでも最近例えば千葉県の方に移り住んだシングルマザーの方のご家庭があるんですけど、やっぱり近所にね仲のいい気の合ってる方々がいらっしゃって、で本当に拡張家族みたいな形で夏は一緒に花火やったりとか海遊びに行ったりとか毎日のご飯融通し合ったりとか、そういうことをねやられるようになってるんですよね。だからいわゆるちょっとそのご近所付き合いのさらに深い関係みたいなやつですね、うん、まさかそんなにタッチが最先端のものにそうなんですよつながっていたとは。ですからこれからはこういったその新しい家族のコミュニティのあり方っていうのがもっともっと日本中で、特に日本中でこれからまあ、コロナもあったんでよりこういろんなね地方で住もうっていう感覚を持ってる人も増えてくると思うんで、より拡張家族的な考え方が多分重要になってくるはずで、そうするとそこにねその笠原さんがやられてる見てねのサービスが自分の血のつながった家族だけじゃなくて拡張家族の中でもこうなんか写真をシェアできるみたいなことができるとより可能性が広がるんじゃないかなと思っていまして、そしてその参考になるのがタッチなんじゃないかなというふうに思ってちょっと今日紹介してみたということですね。拡張家族はタッチです。すごく分かりやすい説明ですね、はいはい、でこの拡張家族がもっと浸透したら一人の子供を可愛がる家族も増える、うん、そうなると家族アルバム見てねのユーザー数がさらに増えるっていうことですね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。マスター、フジテレビの清水さんとミクシの笠原さんと他にどんな話をしたんですか？はい、
SNS の今後とはというテーマでお話ししたんですけど、いやー面白かったです。 SNS の在り方が本当に変わってきてるんだなと思いましたね。家族間で写真とか動画を共有するアプリがそうなんですか？はい、 SNS のこれからの新たな可能性を感じました。清水さんと笠原さん、こんな面白い話をされてましたよ。これ実際私もいろんな人から見てねがすごいっていう評判を聞いてて、私まだ使ってないんですけど、編集機能がすごいらしくて、いろんな写真撮るじゃないですか、それを1秒単位で一番いい動画の一番いいとこだけ自動編集して、数十秒の動画ムービーみたいにしておばあちゃんとかに送れるんですよね。そうですね、そうですね、まあ、1秒動画って呼んでるんですけど、まあ、一応スタート当初からまあ出していた機能でもあり、はい、まあ、結構人気の機能でもあるんですね。でやっぱその動画は動画でこう、まあ、見返すのも結構大変だと、まあ、面白いんですけど、はい、面白いんですけど、まあ、割と能動的に見なくちゃいけなくて、うん、で1秒動画っていうのはまあ定期的にその各動画のいいところを切り取ってつなぎ合わせたものを自動的に届けるので、うん、まあ、それ1本見ると、まあ、なんかこう走馬灯のようにこういろんな出来事を思い出すことができる。見るだけで号泣しそうな気がする娘のやつとか。そうですね、まあ、音楽もそうついてて声もして、で、まあ、強制的に振り返ることができるので、まあ、忘れていたシーンとかもまあバーッと蘇ってきたりとか、あとまあ小さなお子さんだとやっぱりこうそのわずかな期間でも結構成長してきてるので、まあ、その成長してる様子をこう見ることができたり、思わぬ過去を振り返ることができるんで嬉しいっていうので、すごく人気な感じになってます。であとこの見てねがやっぱり今日本中で伸びてる理由の一個が、僕はまあ単純ですけど使いやすいってことだと思うんですよ、うん、僕も使ってみて分かったんですけど、ものすごく使いやすいですよね、うん、ハードルが低くて。だから今僕の周りでも今残念ながらコロナで田舎のお父さんお母さんみたいなのが地方にいらっしゃって、なかなか孫の顔が見れないんですよね。でもそういう方に田舎のお父さんとお母さんも見てのサービスさえ入れてくれれば使いやすいから、それインストールできるんで、それで自分の子供のお父さんとお母さんに孫の写真とか動画をパッと送るっていうのが、これ多分コロナで今もっと伸びてますよね、きっとね。そうですね、まさにそう で今海外でもやってるんですけど、はい、海外でいうとやっぱ3月中旬にロックダウンが始まって、うん、で日本でいうと4月の上旬に緊急事態宣言とかが出て、はい、やっぱ外に出れなくなった瞬間から、ガッとこうコミュニケーション量が上がったんですね、うん、その見てね内のコメント数であるとかアップロードする人たちの数とか、やっぱそうなんですね。あとまあ新規ユーザーもまあそうなんですけども、はい、これまでその週末がガッと上がって平日は少し下がるみたいなのを繰り返すんですけど、はいはい、で全体としては少し緩やかに上がっていくのが、全体が底上げされて、でかつ平日の上げ幅がすごく高かったんですね。のでよりまあ日常的な様子をこまめにおじいちゃんばあちゃんとかに共有される状況になってるのかなと思っていて、うん、今そうですね、家にいますからね。そうですね、だけどおじいちゃんおばあちゃんそれ見ることができないと。そうですね、で、逆に言うとこうなんかやっぱ問題の大きさを改めて実感したというか、あ、なるほど、本来だったら日常的に会えていた、子供が生まれて赤ちゃんで普通に病院に来てたのが行けなくなってしまったり、その行こうとしていた予定がなくなってしまって、うん、でそういうなんか、ある意味笑うもすがる思い出というか、本来だったら会いたいんだけれども、リモートのツールの見てねの方で、コミュニケーション、そこで頼っていただく、もしくはそれを支えることができるっていう構図だと思うんですけど、当たり前の日常がやっぱり、奪われているというか、なるほど、逆にそれが伝わってくるわけですね、はいはい、なるほどね。いやなんか元々のね笠原さんの本当にご自身がお子さんが生まれてっていう、プライベートなきっかけの思いで始まってるんだけど、ちゃんとビジネスとしてもグローバルを目指されてるっていうことなんですね。そうですね、はい。でやっぱ最初はそうだったので、はい、本当にそのニーズが他の人もあるのかっていうのはすごい検証しながらというか、自分の独りよがりではダメだと思ってるので、万人の人が喜んでもらえるものを検証しながら検証しながらやってきてはいますけど、もうすごい失礼な言い方かもしれないですけど、はい、ミクシーってあれだけ素晴らしいサービスだったのに、ツイッターとかフェイスブックが出てきて、なかなか、世界では使われるって、ね、入山さんはたまたまアメリカで使ってたかもしれないですけど、なかなか世界展開っていかなかったのかなっていうのに比べると、もう見てるのはね、グローバルを意識してっていうことをおっしゃってたのは、その時の、うまくいかなかった部分っていうのをこう糧にされてる部分っていうのがあるんですか？そうですね、そのやっぱグローバルでナンバーワンにならなくちゃいけないなっていうのは強く思っていて、うん、あ、そうなんですね、仮にその子供の写真動画教室にこのアプリが一番アメリカで流行ってますよっていうのが出てきた場合、すごくリスクだと思うんですね、うん、で、一応今その子供の写真動画を共有っていう意味においては
あのアメリカにおいてもナンバーワンな存在になってると思うんですけど、うん、もう今ナンバーワンなんですね、見てねは、まあそうですね、まあ、まだまだあの規模的にはこれからではあるんですけど、ちなみにサービス名はそのまま見てねにしてるんですか、アメリカだと。そこは、まあ、あの最初は見てねでやってたんですけど、はい、途中でちょっと諦めてあのファミリーアルバム、ですね、すごいシンプルなんですけど、まあ、ファミリーアルバムっていう名前でやってます。はい、でもアメリカって僕も、まあ、10年住んだって分かるんですけど、アメリカって日本以上に僕ニーズがあると思ってまして、うん、アメリカってやっぱりあの結構子供って大学生ぐらいから離れ離れになっちゃうんですよね、うん、皆さん大体自分の地元よりはちょっと離れた、そうですね、大学に行ったりして家族が意外と散らばってやってるんですよ。そうですね、だから本当に多分これうまくいくと疲れますよね。うん、そうですね、あと日本よりもよりなんか多くの人とつながりやすいというか、あの多分いとことか、あのあその兄弟とか、なるほど、日本よりもたくさん誘う印象ありますね。つまりそれはアメリカの人の方がファミリーアルバムって言った時に考える家族の対象範囲がちょっと広いっていうことなんですか。そうですね、まあ、日本だとやっぱりおじいちゃんおばあちゃんっていうのがメイン で、ね、まあ、たまにおじさんおばさんみたいな感じなことが多いかなっていう気がするんですけど、はい、日本だとそうですよね、よりまあそうですね、 おじさんおばさん、まあ、その自分の兄弟だったり、まあ、いとこだったり、まあ、そうですね、なんか家族付き合いみたいなのが。確かに映画とか見るとね、クリスマスパーティーとかってなんか親戚みんなが集まってみたいな、あれがファミリーな感じですもんね。そう、日本だとね、はいはい、おじさん来ると、ね、はいはい、葬式どうしか会わないのみたいなおじさんいますもんね。はいはい、確かになるほどね、面白いですね。じゃあその結構いろんな各国展開していくと各国の家族の価値観とかに合わせた使われ方が出てくるのかもしれないですよね。ありますね、そうですね。というそんな笠原さんなんですが、実はさらに今日あのもう一つお伺いしたかった大事なポイントというのがあって、笠原さん最近ですね、見てね基金、まさにこの見てねのサービスの名前がついてるわけですけど、見てね基金というものを設立されたということなんですが、これは今具体的にどういうことをされてるんでしょうか。これはあのあれですね、ご自身の資材を投じられて、実は金額言ってよろしいんですかね、10億円ぐらい実はもうご自身であの出されて見てね基金というのを作られたということなんですけど、これはどういうことをされてるものですか。そうですね、まあ、その見てね5周年迎えるにあたって、でまあ、見てねのサービスすごいやっぱ自分も好きで、はい、もっともっとやっていきたい、まあ、あともっと直したいこともいっぱいあるんですけど、はい、まあ、よりその子育てっていう、まあ、子供が、まあ、生まれて育っていくところに、まあ、考えた時に、まあ、他の、まあ、そういったところでこう例えば活躍されてる NPO の方とか、連携することによって、まあ、より多くの課題に対して取り組んでいくことができないかなということを思った感じですかね。特にそれは主に、はい、日本で今結構困ってるお子さんがいっぱい出てきてるじゃないですか。そういう子どもに対する、まあ、支援みたいな部分が大きいんですか。そうですね、そうですね、まあ、より幅広くそういう課題を解決していくこと、あるいは価値を提供していくことが、はい、まあ、できないだろうかと考えたときに、活動されてる NPO の方たくさんいらっしゃるので、はい、まあ、そういった方たちと組むことによってより幅広く活動していくことができるんじゃないかなってことを思いまして、で、まあ、内容としてはその公募という形を取らせてもらったんですけど、公募なんですね、はいはい、まあ、このコロナの中、まあ、困っている家族に対して、課題を抱えている家族に対して、まあ、支援することができる、団体の方から、まあ、まあ、どういったプロジェクトで、まあ、支援していきますってことを書いていただいて、公募で集めたんですね、そういうアイディアを、ね、はい、企画を、はい、あ、じゃあここなら本当に今困ってることを子どもを助けてくれるんじゃないかっていうところに基金を、まあ、はい、投入していると、はい、で一応今のところ国内外67団体に、もうそんなに、はい、支援させていただいています。アメリカだともう言うまでもなく、マイクロソフトのビル・ゲイツのゲイツ財団っていうものすごい有名な財団があって、やっぱりビル・ゲイツがすごいのは、まあ、まあけど巨万の富を得たわけですけど、それをやって財団に知ってることで、まあ本当に今のコロナでもね、ものすごいお金を投じてますけど、なんとか社会のためにっていう風になってるじゃないですか。で日本ってちょっとその辺が昔はあったんですけど、今一時期弱かったんですけど、まさに笠原さんみたいな方が出られてきて、一度まあちょっと変な言い方かもしれませんけど IT の分野で成功されて、でそういう方がビジネスも続けるんだけど、そういう社会問題みたいなものにお金を投じると、で当然笠原さんのお名前があるんで、笠原さんがやってる見てね基金ならちょっと自分たちも協力しようかみたいな風になってきますよね、うん、笠原さんどうですか、その辺のご自身の思いっていうか。そうですね、まあ、自分としてはその、はい、まあ、事業っていうのがやっぱり大好きなんで、はい、そこはこれからも、やり続けますし、あと事業でもやっぱり社会貢献されてしていくものだと思っているので、うん、まあ、事業によるこう、まあ、
社会への価値提供、社会貢献というのを、まあ、しっかりやっていきたいと思ってるんですけど、この見てでも大きな社会貢献ですよ ね、 本当に、まあ、そこはそういう大きな価値あると思ってやってるんですけど、うん、まあ、一方でその、まあ、社会的な活動による社会貢献というのもあるなってやっぱり、まあ、今回やってみてより思ったというか、なるほど、あの感じることはできたと思います。なのでやっぱその両輪をこうなんか当たり前のようにやっていきたいなと思ってますし、まあ、より大きな規模であの両方ともできたらいいなと思ってます。素晴らしいですね。じゃ社会に貢献するビジネスと、あのよりその社会に貢献する、まあ、あのビジネスというよりは基金とかを使った社会貢献活動そのもの、その両輪をうまく回していきたいっていう、まあそうですね、はあ、本当になんか新しい時代のビジネスリーダーみたいな感じですよね。ビジネスモデルとか金儲けが先にあってそこからっていうよりはね、こうどうやったら人にこう、ね、うまくサービスを使ってもらったり、ね、人にこう役に立つかっていうところで、まあ、人が集まってくることによってそれが、ね、こうサービスとして何かうまく、ね、いくんだったらいいっていう、そのねやっぱり考えがすごくいいですよね。素晴らしいですよね、うん、いやなんか本当に新しい時代のビジネスリーダーをなんか見てる気がしますよね、うん、はい。SNS ってこうフォロワーをどんどん増やしたりとか、うん、なんか外に広くっていうイメージでしたけど、伝えたい相手は狭いっていう考え方もあるんですね。はい、やっぱり最後は共感なわけですよね。だからインスタグラムやツイッターみたいに自分が発信することを幅広い人に共感してもらいたいっていう考え方もあるけど、でも一番共感してもらいたいのはやはり家族だからこそ、家族という狭い相手にあえて共感してもらいたいっていうことにサポートするこの見てね。いやー、やっぱりその SNS の新しい可能性を感じますよね。この狭い方の進化っていうのがこれからどうなるかっていうのも楽しみです ね、うん、ね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。マスター、来週はどんな方がお見えになるんですか？常連中の常連、パナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田正則さんと、そしてお客様にはコンセプターの酒井直樹さんをお招きして、デザインの力、コンセプトの力というテーマでお話しします。コンセプターなんて肩書きがあるんですね。その酒井さんってどんな方なんですか？いや、酒井さんその世界ではものすごく有名な方なんですよ。その名の通りコンセプトを考えるお仕事なんですけど、例えばこれまでに酒井さんが生み出したもの、自動車なら、あの当時大ブレイクした日産の B1、その他にも日産のパオとかフィガロとかラシーンとか、あとは、いやもうちょっとこれも時代を作った人じゃないですか。もうどれも名車ばかりですよ。あ、スナちゃん自動車に興味あるんだ。いや何言ってるんですかマスター、今時の男は車がないと女の子にモテないですよ。バブルかよ、うん、へえ車ね。いやでもほらスナちゃん、それだけじゃちょっと最近の女の子の心が揺らがないんじゃないの？いやもちろんですよ、僕こういうの詳しいんですから。あと女性がときめくアイテムといえばやっぱりアルマーニのスーツですよ。バブルかよまあまあまあね、あの高級でね、アルマーニいいスーツだもんね。じゃあまあ仮にね、そこから例えばね、車に乗ってですよ、タガエミちゃんと食事に行けることになったら、スナちゃんどうすんの？炒めしに行ってティラミスに決まってますよ。だからバーブルかっての。え、あ、お、あ、え、うん、新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。 SNS の今後とはというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連簿をご紹介します。
森藤久さんの家族写真の魔法がウェーブ出版から発売中です。ぜひお手に取ってチェックしてみてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が52万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスは innovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ SNS の今後とは。出演は常連さん、株式会社フジテレビチーフビジョナリスト清水俊弘、お客様株式会社ミクシー取締役会長笠原健治、見習い店員高原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。